こんにちは、川野今です。今日はですね、このタリーズコーヒーのハウスブレンドを買ってきました。コーヒー屋をやっている僕が本気でこのタリーズさんのハウスブレンドを調整してみたら、どこまで美味しいドリップができるのかっていうのを今日は紹介してみようというふうに思っております。このコーヒー自体、僕が家で買ってドリップするのは初めてになるんですけども、まず1回目は僕のいつものレシピ、いつも他のコーヒー豆を飲むときに入れてるレシピで入れてみて、それでその入れ方をもとにどんな味わいがしたかっていうのを特徴をつかんで、そしてこの個性、この豆が持ってる面白いところ、個性、特徴っていうのをどうやったらさらに引き伸ばすことができるか、ポテンシャルをさらに生かすことができるかっていうのを、お湯の温度だったりとか、あとはグラインダーを用意しているので引き目を調整したりとか、注ぎ方を変えたり、あとはドリップの時間ですね、この辺をコントロールしながらベストなレシピを作って、このハウスブレンドが持っているベストな味わいを出していこうというふうに思っております。なので、まあ、このどう味わいを調整するかっていう抽出の理論みたいなところは、例を挙げると、引き目を粗くすると雑味えぐみは減って透明感が増すとか、温度を下げると、お湯の温度を下げると柔らかい味わいになるみたいなところって、どんな豆に対してでも共通した抽出の理論なので、普段このタリーズさんのコーヒーを飲まれる方はもちろん参考にしていただけたらと思うんですけども、そうじゃないコーヒーを飲む方も僕のドリップの調整の仕方だけでも、見ていただけたら参考になるんじゃないかなというふうに思っております。はい、というわけでドリップの用意をしたので、このまま入れていきたいと思っているんですけども、まずこのブレンドの豆の情報特徴を見てみるとですね、マイルドっていうふうに書いてありますね。で、まあ、ブレンドなんでいくつかの生産国の豆が混ざっているんですけど、どの生産国かなっていうのを僕はいつも気にします。見てみるとコロンビア、ガテマラ、他って書いてありますね。ってことはメインはこのコロンビアとガテマラで、まあちょっと他の産地も混ざってるよっていう、そういうことなんですけども、コロンビアは結構まあ標高高いですし、果実感、まあ、ジューシーだったり爽やかな印象を持っている豆が割と多いかなと思います。コロンビアの特徴はやっぱりこの爽やかさにあると思います。ガテマラはまあしっとりした柔らかい甘さっていう感じですかね。まあ、とは言っても、今の時代になってくると農家さんごとにいろんな品種を育てたり、いろんな作り方をトライしているので、まあ、一概にこの国はこの味って決め込むのはあまりまあ好きじゃないんですけども、ざっくり言うと、まあ、コロンビア多分ね、明るい爽やかな印象を持ってると思うんで、この爽やかさっていうのを透明感伴って出してあげたいな。で、なおかつ甘さでちゃんと柔らかくマイルドなね味わいにしていきたいなっていうふうに思っています。ハウスブレンドの特徴を見てみると、程よいボディ、飲みやすいスッキリ感、スムースな飲み口と、バランスのいい味わいはどんなシーンでも美味しく楽しめるタリーズ永遠のスタンダードビーンズですという、まあ、一番売れてるブレンドらしいですね。バランスとスムース、ブライト、やっぱブライトっていう特徴がありましたね。ブライトの明るい果実感があるっていう意味です。味わいの特徴、これ書いてありますね。スッキリ感が3でボディが 2.5 っていう風に書いてあります。まずは、このコーヒー開けて、いつものレシピでね、まず1回ドリップしていきたいと思います。ではでは開封していきましょう。焙煎具合とかね含めてどんな感じなんでしょうね。はい、開けました。うわ、結構香りがブワッと広がってきます。うん、焙煎具合はやっぱり結構深めの焙煎な気がしますね。いつも通りまず 14g 測っていきましょう。はい、豆はこんな感じです。まあまあ、焦げ茶をしています。まあ、香りはやっぱりちょっと香ばしさ、焙煎のスモーキーさっていうのは結構感じられますけど、まあそれをね、まあ、苦み、えぐみっていうのを角が立った状態で出すっていうよりかは、柔らかい丸いじんわりした甘さを出しつつ、まあ、奥に隠れてる酸味、爽やかさっていうのをきれいに出したいなというふうに思いますね。というわけで豆を粉にひいていくんですけども、使うのがこのバリア VS3 っていう、僕が家でいつも使っている電動グラインダーになります。引き目なんですけども、僕はいつも浅めの焙煎のコーヒー、浅入りから中位くらいのコーヒーを 10.5 から11番くらいの間でひいてるんですけども、普段僕が入れるのに比べて比較的深めの焙煎なので、まあ、どっちかっていうと意外化感っていうのを極力出さないようにしたいっていうふうに思っているので、ちょっと粗めを意識した、まあ、11番で引いていこうかなと思います。まあ冬場とかも乾燥してるので、静電気でこの辺に粉がね飛び散らないように、いつも僕はこのバリア VS3 純正の、ちょっとスプレーがあるんで、ここで水分を含ませてあげて、これで静電気で飛び散らないような状態にしてから引いていきます。スイッチを入れて、そしてお湯も沸かしてきます。はい、ではですね、お湯も沸かしてきました。まずは常温のケトルに少しお湯を移して、このお湯で湯通しをしていきます。まあいつも通りのサーバーとドリッパーを置いてですね、そしてそこにフィルターをセットして、
このフィルターにまずはお湯だけ通していきます。まあ、これはどんなドリップの時も普段なるべく同じような流れでやってるんですけど、器具を温める目的と、まあ汚れや匂い香りっていうのを落とす目的プラスこっちのケトルの方の余熱っていう目的でもやっています。まあ、冬場なんかは常温のケトル自体がすごいキンキンに冷たいので、そこに沸きたてのお湯を移したとしても85、6度くらいに温度がなってしまって、それとちょっと低いかなっていうイメージなので、今日90度で入れたいと思ってますので、一回まあ全て余熱するっていうイメージでお湯を通してあげて、そしてこのお湯は捨てます。はい、でこの状態でお湯をケトルに移して90度の状態でドリップしていきます。でレシピは、まあ、いつも僕のレシピなんですけども、 14g の粉に対して230のお湯でドリップというレシピになっています。なので、粉が 14g 測ってあって、ここに90度になったら 230g 注いでいくっていう感じでドリップ、まずは1回やってみたいと思います。粉の香りはどうですかね。うん、まあ結構やっぱりロースト感はありますかね。なので、まあ、香ばしさ苦味が好きな方も結構楽しめるブレンドなんじゃないかなと思っています。まあ、苦味とか香ばしさって人によって好きっていう人もいれば苦手っていう人もいたり、逆にその香ばしさがあることでもったいないと思うぐらい個性素晴らしい豆もあれば、その香ばしさ苦味があることで、まあ、少ない個性が引き立ったり、より面白い味わいになるっていうこともあるので、豆によっても違うし好みによってもこの捉え方っていうのは違って、なんともいい悪いっていうのを言うべきではない、味わいかもしれないんですけども、僕の、まあ、好みを今回ね入れていくとすれば、苦味がキリッと強いとか鋭い味っていうよりか、柔らかい優しい馴染むような、もうほんとソファーに座るくらいふかっとしての甘さにしたいなと思っているので、そういう味が好きなので優しい味わいを意識して、強い、まあ、香ばしさを、まあ、そんなに、出さないようなイメージで入れていきたいと思っています。ではまず粉全体にざっとお湯をかけて、45g くらいのイメージでいつも蒸らしています。まあまあやっぱり結構膨らみますね。まあ、これは焙煎具合が結構深めだからっていうのもあると思いますが、まあ、膨らむからいいとは言えないですね。ガスが多く含んでる証拠でしかないので、まあ、焙煎してからそんなに古くなってないか、ある程度焙煎具合があるかっていう、まあ、その辺が捉えられるこの膨らみだと思います。30秒経ったら 100g まで粉全体にざっとお湯をかけていきます。はい、こんな感じで、いつもなんですけど、まあ、ガスで浮いたりする粉、例えばね、このドームを崩さないように注ぐっていう考え方もあるかもしれないですけど、僕はむしろ崩したい派なんですよね。全部の粉を同じ状況にしてあげたい、全部の粉から同じように成分を出してあげたいっていうふうに思っているので、まあ、全部粉を沈めて同じようにお湯が通過してあげる状況を作りつつ注いでいきます。で、1分のタイミングで160まで、はい、こんな感じですね。で、お湯の抜けを見てみるとちょっと早い気がします。まあ、深めの焙煎って浅めの焙煎よりも抜けが早いですよね。まあ、それはだいたいそういう傾向にあるんですけども、早いと何がいいか悪いかっていうと、まあ、一つは抽出時間、粉がお湯に浸ってる時間が短くなりがちだと思います。で、味わいの成分としては酸味、甘さ、雑味の順番でコーヒーの味わいがざっくり出てくるっていうふうに考えた時に、あっという間の、まあ、短い時間で落ちきってしまうと結構あっさりしすぎちゃって甘さが足んない味になっちゃうかなっていうリスクもあります。一旦今1分40秒で230注いで、注ぎ終わったら軽くドリッパーを揺さぶって落ちきりを待つという感じで、やっています。で、なので、まあ、普段はこれスケールにタイマーがついてるんですけども、このドリッパーの中のお湯がポタポタが収まって、つまり、まあ、粉とお湯の接触が終わった段階が抽出時間の終わりなんですけども、そのタイミングが何分何秒だったかっていうのも指標にして、それが短いよね長いよねっていうところも味わいとリンクしてどう調整するかっていうのを考えています。今結構中のお湯は、上から見た感じは抜けていて、下からこう見てるとポタポタポタまだ続いているんですが、まあだいたい今ぐらいですかね、2分26そのぐらいでポタポタが収まったかなっていう感じです。2分半いかなかったですね。では一旦まずいつものレシピでざっと注いで作ってみた、タリーズのハウスブレンドですね、飲んでいきたいと思います。カップに注いで、香りはですねどうかなと思うんですが、まあ香ばしさ、甘さ、ナッツ、ダークチョコみたいな香りの奥にちょっと
と、これ果実感というよりかは花のような印象がします。ちょっとラベンダーとかそっち系の花の香りがする気がしますね。とりあえず飲んでいきましょう。まあ普通にかなりうまいっすね。まあブレンドすごいちゃんと考えられていると思うんですけども、何のこうなんていうんですかね、この要素が強すぎるとか苦味が強すぎるとか逆に酸がありすぎるなさすぎるとか、いろんな要素がとてもこうバランスよくまとまっていて、うまく、まあ馴染めるように、一番嫌いな人が生まれにくい馴染みやすい味わいに、仕上がっていると思います。で、まあ、ここからどうするかなんですけど、僕はここからさらに、まあ、このブレンドの特徴であるマイルドさ、柔らかさっていうのを出していきたいと思います。優しい味にもっとじわーっと伸びやかで、飲んだ瞬間にキリッとパンチがある味というか、うわうまーじわーって感じにしたいんですよね。まあ、僕はそれがそういう味が好きなんですけど、そういう優しい味にするためにお湯の温度をちょっと結構下げてみようと思います。今90度だったんですけど、温度高い方がキリッとした味わいになったり、フレーバーが立ったり、味わいの個性輪郭ははっきりするんですけど、逆に温度下げた方が、柔らかい味わいになってくると思うんですよね。でこれが、よく働く豆もあれば、むしろ個性を出したいっていう豆に対して温度上げたりすることもありますね。芸者みたいな素晴らしい個性を持っている品種とかに対しては温度上げたりすることもあるんですけど、エチオピアとかケニアとかね、なんですけど、今回は温度下げてよりまとまりがある優しい味にしようと思います。85にしようかな。次は今90だったんで5度下げて85で次は入れようと思います。まずこれが、なんかこうちょっとざわざわするというか、まとまりはあるんですけど、その中でまだざわざわっていう暴れた感じが少しあるのをもっと穏やかにするっていうイメージの一つ目の修正のイメージです。で、もうちょっとだけ余韻までじわーっとした感じにしたいんで、ちょっと注ぎ方をもうちょっとゆっくり注いでみようかなと思います。今の注ぎだとこの粉の抜けのスピードに対してはあっという間に注ぎすぎてしまったので、落ち切りの時間2分35秒から2分40秒くらいになるように、今よりも10秒とか20秒くらいかけてゆっくり注いでみようと思います。なので今 14g に対して230の4、1分40秒で注いだのを次2分で注いでいこうかなと思います。それが改善の2つ目ですね。そして次2匹目なんですけど、これどうしよっかな。まあ、僕はもうちょっとだけクリアな味が好きなんですよね。透き通っててつるっとした感じ、まあ、もっと凝縮感がある方が好き、コーヒーは飲み応えパンチがあってこそだっていう人もいるかもしれないですけど、クリアな味っていうのはコーヒーの個性が分かりやすくて、あこの味違うなっていうのがより分かりやすいと思うので、これ薄くするわけじゃなくて、まあ、雑味を減らすっていうイメージの、透明感ですね。そういう意味でちょっと引き目を粗くしようかなと思います。1.3 にしようかな。 1.3 に11.3、まあ、0番からカウントして1周回した 1.3 なので 11.3 番に、してさっきも 0.3 粗くして入れてみたいと思います。温度下げる、そして注ぎの時間は、長くする、そして甘さを伸びやかにしてね、で引き目を粗くして、まあ、バランスいい、よりクリアな味にすると、そんな調整をしてみて、クリアだからこそコロンビア感、まあ、書いてあるブライトな印象がもうちょっとじゅわっとジューシーに出てくるといいかなというようなイメージですね。では次のドリップもう一回やっていきましょう。同じように 14g 測っていこうかなと思います。粉とお湯の量の、バランスはこのバランスでいいかなと僕は思っています。14に230、ちょっとお湯を増やしてもいいっちゃいいと思うんですけど、まあなんかこのコーヒーはお湯増やすとちょっと水っぽくなっちゃうイメージもあるので、同じ今の凝縮感濃度感は保ったままちょっとクリアにするってイメージの方がいい調整なイメージです。なのでお湯の量は増やさずに14230の比率は一緒でやっていきたいと思います。じゃあ同じようにシュッと豆をちょっと水分持たせて引き目を粗くしたところで引いていきます。そしてまあ連続で入れる時もこんな感じで湯通し、ちょっと多めの湯でさっきの残りのお湯とかでいいんでやってあげると、これだけである程度サーバー洗えますよね。まあ豆の種類がね変わったりするとさすがにちょっと違う豆の香り残したくないなと思うんですけど、同じ豆なんでしかも連続間が空いてないんで、こんな感じでまあこのお湯で洗ってあげて、湯通しのお湯捨ててあげるっていう感じでいいかなと思ってます。そしてここに
14g 同じくセットして、さっきよりも少し粗めです。まあ、見てもね分かりづらいくらい細かい調整ではあるんですけども、粗くすることで成分としてはより透明感がある、そしてまあ雑味が出ないようになっていきます。ただ粗くすればするほどどの豆もいいかっていうとそうじゃなくて、粗くするほど甘さは出にくくなっていくので、まあより濃厚な甘さみたいなところが欲しければ、まああんまり粗くしすぎない方がいいかなっていうところでは、普段のまあ引き目のラインであんまり大きく豆によって外れることは少ないと思います。今回は注ぐ時間を長くすることで抽出時間長くしてあげて、その分甘さは出やすくなっているので、まあこの部分引き目を粗くしてもまあバランスが取れるっていうイメージです。じゃあお湯を沸かして、はい、では85度になりました。そしたらですね、230のお湯を今回は少し長めの2分かけて注いでいきます。まず蒸らしは一緒ですね。粉全体にお湯をかけて、これで30秒待っていきます。で、まあ、合計の時間を長くするっていうことは、最後の1個目の注ぎだけ、遅めのタイミングで注ぐだけではなんかこうバランスが崩れちゃうんですよ。全体的な配分を、まあ、2分に合わせてちょっとこう伸ばすことで、まあ、イメージとしてはより味の出方が自然になるかなと思うので、30秒のタイミングで100まで、これは一緒なんですけど、全体にちょっとずつ遅らせて230を2分で注ぐという感じにしていきたいと思います。で、引き目を粗くしてるんで少しだけ抜けはさっきよりも早くなると思います。なんですけど、まあちびちびお湯を足していくっていうイメージで、接触時間を長くするっていう感じですね。1分ちょっと過ぎたタイミングで160まで注いでいきます。はい、次は、まあ、1分30秒くらいのタイミングで200ぐらいまで注いでいきます。まあなんかこう深めの焙煎で強さも持っているからこそ、その強さをじんわりじんわりお湯も、含めて優しく、まあ、溶きほぐしてあげるようなイメージで、味わいもその分優しい味になってくれると思います。で200まで注い で最後2分で230まで、これで結構狙い通りなんじゃないかなと思います。はい、ではそろそろ2分なのでここで230まで、はい、注いであげます。そして軽くドリッパーを揺さぶって落ち切りを待つと、まあ、ここは一緒ですね。はい、そろそろ落ち切りなんですけど、見た感じ中のお湯は抜けてます。でポタポタがいつ収まるかなんですけど、まだありますね、ポタポタ。まあ、この辺ですかね、2分36秒くらいで落ち切ったと思います。でここでドリッパ外して、まあ、狙い通り、2分35から40秒くらいで落ち切りっていうところのラインに乗っかりました。まあ、その分注ぎをゆっくり注いだからこそ、最後の1投目が2分だったからこそ、中に溜まってるお湯が抜けるタイミングが遅くなったっていう感じです。それによって、まあ、粉から成分が出る時間が長くなるので、より甘さが出る余地があると。でもそんなに出ないようにそもそも粗くしている、そして優しい味になるように、角が丸くなるような味になるようにお湯の温度は下げていると、そんな調整をしています。では飲んでいきましょう。うん、さっきよりも優しい香りでうまそうですね。いただきます。うん、全然違う、めちゃめちゃうまい。あ、これ正解なんじゃないかな。あ、うまいっす、これすごいうまいです。あの全然なんていうんですかね、なんか味の解像度が上がったっていう感じがします。最初に入れた方がガサッとラフで、まあ分かりやすく強いんですけど、ちょっとまあ荒削りな味というか、なんかねこうガサガサしてるんですけど、味わいがまず質感舌に乗っかかって抜けていく印象がとっても滑らかになりました。全然引っかかる感じがなくて優しい、滑らかにチョコが、ビターチョコ、ダークチョコが溶けていくような味わいの、乗っかり方になりました。そして透明感もとても増しています。うん、そしてうまいね、個性を感じるようになりましたね。まあなんかね、強かったり荒々しいとその裏のこの豆が持ってる繊細な味、香りっていうのが捉えきれないまま飲んでしまうので、まあ、それもそれでいいんですけど、ちょっともったいないとこもあったかなと思って、今回コロンビアの、まあ、ちょっとオレンジっぽい印象がかなり、それも熟したオレンジっぽい印象が綺麗に出ています。多分ね、冷めてもね、もっと酸が綺麗に感じられて美味しいんじゃないかなと思いますね。うん、うまい、うまい。うん、
ちょっとリンゴ感もありますね。リンゴ、オレンジがあって、あとはまあチョコレートの印象があって、アーモンドもありますね。うん、あとは鼻に抜ける香りでやっぱり鼻の印象を感じます。まあこれはスモーキーさもあるんですけど、まあ、ラベンダーの印象がやっぱり豆からも、液体からも感じられて、とてもエレガントな上品な印象を持った、飲み終わりで、甘さも出てるし、まあ、とても、このブレンドが持ってるいいところを出したんじゃないかなと思います。うん、美味しくなったと思います。はい、というわけで今日はこのタリーズさんのハウスブレンド、これを、まあ、僕が家で本気でドリップしてみてどこまで美味しくなるかというところを、ドリップの調整の過程も含めて紹介してみました。まあ、最終的な僕のレシピは、まあ、参考になると思うんですけども、あくまで参考程度として、使うグラインダーによっても違うと思いますし、お水によってももしかしたら味の出具合が微妙に変わると思いますので、まあ、一応概要欄の方に、最終的なレシピ貼っておきますけど、こちらは参考として、あくまで、まあ、調整の過程とか調整の方法っていうところを参考にしてもらえるのがいいと思います。例えば、一番分かりやすいところで言うと、柔らかい味わいにするために温度を下げるみたいなところですね。そういうところって豆の種類とか好みかかわらず、どんな豆でも同じことが起きていくと思いますので、まあ、そういうところで皆さんがお使いの豆とか普段入れている豆を美味しくしていただく参考にしていただけたら嬉しいなと思っております。まあ、過去の動画でドトールさんのマイルドブレンドを使ってどこまで美味しくできるかっていう調整の動画も同じように上げていますし、過去の動画でエチオピアとかケニアとかルワンダとか、特定の産地の豆を美味しくするようなドリップ方法とか、アサリの焙煎でさらに良さとかフルーティーさを伸ばすような、ドリップとか、まあ、いろんなドリップのレシピ紹介してますので、ぜひいいなと思っていただけたら過去の動画見ていただいたり、チャンネルを登録していただけたら嬉しいなと思っております。というわけで、まあ、今回タリーズさん紹介したし、過去にはドトールさん紹介しましたけども、今後も、まあ、皆さんの馴染みのあるような、皆さんが知っているコーヒーショップもしくはブランドのコーヒー豆を題材にどう美味しくできるかっていう挑戦の動画は上げていきたいと思ってますので、もし皆さんが、紹介してほしいなと思っているコーヒーショップとか豆がありましたら、気軽に動画のリクエストとして、コメント欄まで書いていただけたら嬉しいなと思いますし、今回の動画のご質問とか感想もぜひコメント欄までお待ちしております。まあ、いずれにしてもこういう風に味わいを調整して、あ、美味しいなとか、もうちょっと良くなりそうだなみたいな感じで調整していけるのがドリップの楽しいところだと思いますので、ぜひ気軽に気楽に、このレシピじゃないといけないとかそんなことを考えずに、自由にみんなでお家でドリップを楽しんでいけたら、いいかなと思っております。そんな感じでどんな豆でも一緒に気軽に美味しいコーヒーを楽しんでいきましょう。